はい、どうもです。いつもご視聴ありがとうございます。ドラクエアソフトチャンネルです。さて、今日の話題なんですけど、今日は、まあ、最近ツイッターの方で私がちょくちょくやってる、テレトのスプリングで DSG を運用しようというのをちょこちょこ最近、まあ、元はまた別の人がやってた話だったんですけど、ちょっと面白そうだなっていうのでやってたんですけど、まあ、なかなか低いレートで、まあ、ある程度の初速を確保して、まあ、打てるって状態に持ってったんですけど、まあ、今回は、まあ、何をやったのか、まあ、ツイッターの方では小細工と書きましたけど、まあ、その辺のネタバレでいいのかな。まあ、そいつの紹介をしていこうと思います。まあ、今回何をやったかっていうと、これね、これジュラコンのリングなんですけど、はるか昔、まだ動画上げ始めた駆け出しの頃に紹介した、まあ、モノタロウで50個セットで買った、まあ、ピストンの中に詰め物をしてスプリングテンションを上げましょうっていうのが、まあ、モノタロウで買えますよっていうのを紹介したんですけど、まあ、こいつを入れたんですけど、まあ、普段からこれ使ってるんですよ。だからこれの運用ルールをちょっと変えてみたんですよ、今回。まあ、いつも私がまあ、普通に電動ガン、シングルセクターで組もうが、DSG で組もうが、まあ、ルールがありまして、まあ、セクターカットを1枚入れるごとに、まあ、3ミリの詰め物を1枚入れていく。まあ、DSG だったら、3ミリの詰め物を8枚。だから24ミリかさ上げしましょうねって。まあ、ざっくり、ピストンの刃1枚あたりの動作量って3ミリぐらいなんで、まあ、ざっくりですよ。厳密に測ったらもうちょっと前後しますけど、まあ、その3ミリをセクターカット1枚したら1枚2枚って入れていくのを大幅にルールを変えまして、ピストンが再交代した状態で QD スプリングガイドが刺さらなくなるギリギリまで詰めました、今回。まあ、具体的にどのくらいかっていうと6割増しです。まあ大体5枚ぐらい増やしたのかな、3ミリ厚のやつを。でその代わりスプリングのテンションを、まあ、100だったのを80にしたりとか、120だったのを100にしてみたりとか、まあ、あとはインナーバレルの内径によってまた結果が変わってきちゃったりしたんですけど、まあ、そういうことをやって今回初速を大幅に引き上げつつスプリングのテンションを落としたというのが今回の、まあ、種明かしとでも言っときましょう。まあ別に隠すつもりはないんですけど、まあ、動画のネタになるからしばらく言わないでって言ってただけなんで。まあ、ギリギリまで、まあ、スプリングにテンションかけてるんで、メカモには結構悪い気がします。あんまり真似しない方がいいかな。適度なスプリングのテンションと適度な詰め物ぐらいがいいと思うよ。で、スプリングのテンションを落としてるんで、かつ、ピストンの中に詰め物入れてるってことは、
ピストンの重量が上がってピストンの動作速度が落ちてるんで、まあ、それを重量で補ってるところもある。重量とテンションで無理やり補ってるなもんで、あのフロートの動作についてこれない可能性があるとか、ちょっとそういう懸念があるんですよ。まあ、今回試した銃は両方ともセミオート主体というか、まあセミオート以外使わないつもりで作ってる銃なんで、まあある程度だったら大丈夫かなって。まあ、セクターカット1枚入れてる方の銃は、まあフロート打っても大丈夫だと思いますけど、打つつもりがそんなないんで。ちょっと懸念点はそういうところだから、むやみにそれをやろうと思うと、もしかするとスクラしたりするかもなって気はする。まあ、実際ね、スプリング弱くしても詰め物入れてテンション上げてるから、全然それは負荷が下がってないじゃん。でも俺は嘘は言ってない。ちゃんとテレートのスプリングでやってる。でも嘘は言ってない。ただちょっとメカボに負荷がかかるセッティングをしただけ。ピストンの打突音は若干下がったかな？まあ、初速下がってますから。あ、でもそんな変わんないかな？誤差っちゃ誤差。ピストンの重量上がってますし。面白かったんで、まあ、1週間退屈せずに過ごせました。で、まだパーツが来ません。結局ね、 T238 はね、修理してみたんですけどダメでした。またね、銃に入れたらやっぱね、根元からポッキリいきます。なもんで、まあモーターを新しく仕入れてます。今まあもうこればっかりはどうしようもない。諦めます。そんな感じ。まああとはちょっと今回、まあバランス変えたんで、弾道どうなるかわかんないんで、一回試射はしていきます。試射して、あんまり弾道が荒れるようだったら、それはちょっとまずいんで、また元に戻すかもしれない。まあね、いろんなセッティングのね、考え方になるんで、まあ、こういうことやってみるのも、まあ、面白いと思いますし、まあ、銃壊さない程度に、ちょっといろいろ皆さんも考えてみるといいと思います。はい、というわけで今回はこの辺で、また見てください。バイバーイ。